はい、今回はですね、先日買った微量元素ですね。で、まあ3日ぐらい経ったかな、点火して。で、まあちょっと若干、ポリックのですね、開きが良くなったので、ちょっと途中経過を報告したいのとですね、またちょっと水槽内が、環境が、変わってきたので、苔の減らし方というか、その辺も説明していきたいと思います。はい、で、ですね、ポリプが、ちょっとよく開くようになったのは、こいつは特に開いてくれてるんですけれども、ちょっと分かりにくいですね。ここですね、ここちょっと見るとポリプがシュッと出てますよね。で、点火する前はちょっと開きが悪かったというか、ここまで全然出てなかったんですけど、点火してから、徐々にですけど、開くようになってくれました。はい、で、あとですね、この杉もそうですね、若干ですけどちょっとポリプが出てくれてます。はい、こんな感じですね。はい、で、まあもうちょっと点火していくとより多く出ていくんではないかなと思います。はい、やっぱり微量元素必要ですね、これを見る限り。はい、まあこんな感じです。で、ですね、ちょっと苔が出始めました。で、なぜ苔が出たかというとですね、水槽の中の、生態が、結構数が増えてきましたので、餌の量が当然増えたのと、生態が増えたので、出すうんこちゃんが、増えてきたのと、両方ですね。で、今はですね、この1800の方なんですけれども、魚がですね、ハギ系が 1,2,3,4 匹ですね。で、ベラが、3匹で、あとハゼが、1,2,3,4,5,6 匹ですかね、入ってます。はい、で、こっちの1200なんですけど、1200の方はですね、ベラが4匹で、カワハギ系が2匹だったかな。はい、で、ハゼが、1,2,3,4 匹で、ブルーエンドルですね、ここ、1匹と、ぐらいの数になってきました。で、どれぐらい苔が増えたかというとですね、ここにですね、ちょっとふわふわっと出てきているんですよね、こういうやつ。まあ、あちこちにちょいちょいと出てるんですけれども、で、こういう時はどうするかというとですね、NO3PO4 を、添加量を変えてですね、苔を減らしていきます。はい、で、どれぐらい数値的に、増やしたかというとですね、今日さっきまでですね、14ミリ、1日で14ミリ点火してました。100リッターに対して1ミリですねの量を点火してたんですけれども、ちょっとこの量になってくるとですね、このまま放っておくともっとどんどん増えていくんで、1日に24ミリの点火にしました。で、これでとりあえず、増えるのか、まあ増えることはないと思うんですけれども、維持するのか減るのかを見てですね、また点火量を変えていきたいと思います。で、増えるようでしたらまだ、点火量を増やしていきます。でですね、ちょっと要注意点はですね、 NO3PO4 増やしていくとですね、バクテリアが増えてくるんで、この中の水槽の水がですね、だんだん白くなってきます。で、白くなっていくとですね、
ちょっと非常に悪いことが起きます。酸欠状態が起こりますんで、若干の白さは全然大丈夫です。でかなり白くなると魚サンゴ死んでしまいますんで、そこまでは添加できないんですけれども、規定量よりもですね苔が増えてて、増えていってですね、苔が減らないと、まあまあ、多分100リッターに対して2ミリが上限だったような気がするんですけれども、それを超えてもですね、水が白くならなければですね100リッターにしても3ミリでも4ミリでも、添加していっても大丈夫です。でそれはですね生体の数が増えれば増えるほど、どんどん超えて、添加して いかないとダメになってくるんですよね。でそれは硝酸塩とかが当然増えてくるので、その数値以上に添加しても大丈夫ということです。で生体が少ない状態で、そんな量を添加するとですね、バクテリアの方が、急激に増えてですね、死んじゃいますんで酸欠を起こして、死んでしまいますんで、それはできないんですけれども、このちょっと苔が増えてきてるような、水槽だとですね、まず、まあ、うちの場合は、14ミリ添加していたので、まあ、増えましたと。で増えてたんで、今、10ミリ、増やすことにしました。でこれで、まあ多分減ってくれるとは思うんですけれども、減れなければまたもうちょっと添加をしていきたいと思います。はい、まあ苔の抑制術といえば、まあ、もうこれぐらいでしかないです。生態が多ければ多くなるほど、硝酸塩とかが出てきますんで、それを除去するのにですね NO3PO4 を、添加してやると、その分だけ、余分に添加してやっていればですね、苔がない状態で、まあ、綺麗な水槽の状態を保ってくれます。であとですね、こっちは苔生えてるんですけど、こっちは苔生えてないです。で何が違うかというとですね、ライトのですね、照射時間というんですかね、100% というか強い光で、照らす時間がこっちの方が少ないです。少ない分やっぱり苔の生える量はやっぱ少ないということですね。こっちは全然なんで、こっちちょっと生え始めてるんで、はい。でまあこういうことになると、そっちの方のですね NO3PO4 を、添加して、水槽の状態を確認しながらですね、飼っていけば上手にいけると思います。まあこの状態で今度また生態を増やすとですね、また苔が増えてきます。でその時にはまた添加量を多くして、そこを抑制するというのが、まあ、僕のやり方です。はい、まあとりあえず今日は、こんなところで、終わりたいと思います。それではお疲れ様でした。